どうもみなさんこんこにちは今日はルミナー a i とフォトショップ、この2つのソフトを使ってポートレートの仕上がりを比較してみたいと思います。 写真編集に興味がある方はすでにルミナー a i ご存知だと思うんですけれども今回初めて聞いたっていう方のためにちょっとね先にご案内しておきますもう知っているよっていう方早送りしちゃってください去年の年末に発売されたばかりの新しいソフトなんですけどタイトルに AI ってついている通り人工知能 AI を駆使して難しくて手間のかかる写真編集を数クリックで仕上げてくれる超便利ソフトですもっと知りたいという方はこのの動画の説明欄にリンクを 載せておきますのでそちらをご覧ください一方「Photoshop」といえば写真編集に興味がない人でもその名前は聞いたことがあるっていうぐらい有名なソフトですし写真だけじゃなくてありとあらゆる画像の編集ができてしまうまあ言ってみたら画像編集の王様みたいなソフトです。 ただ、フォトショップ使いこなそうとすると相当な知識が必要でそれなりの勉強も必要になってくるということで私を含めて苦手意識があるという方も多いんじゃないかなと思います。 まあ専門のスクールとかがあるぐらいですから、まあ、ちょっとねハードルが高いですちなみにこのチャンネルを見ている方で「フォトショップ知らないよ」っていう方はいらっしゃらないと思うんですけども念ののののためあのリンクをこの動画の説明欄に書いておきますで私は基本的な現像は Lightroom ですることが多いっていうのとそこに加工的要素のある編集を加えたいっていう時にはルミナ i 4とかルミナ a a i を使うのが簡単なので最近ねそっちばっかり使ってたんですよ。なので ショップ最近開いてなかったんですけどこの間ちょっと開いてみたらルミナー AI とそっくりな機能がフォトショップにも搭載されてましたちょっと前のアップデートでそれが加わったみたいですルミナー AI の人気機能といえば空の入れ替えですよねこれが使いたくてルミナー AI を購入したっていう方も多いと思いますそれからスライダーを右に左に動かすだけでポートレートの肌の部分だけを AI が自動的に検知して化粧品の広告のようなス スムーズな美肌に整えてくれるスキン AI っていう機能も人気です何しろマスクだとかレイヤーだとかそういう知識が一切いらないよっていうのがルミナー AI の特徴です その今言ったようなワンクリックで空を入れ替えるとかスライダーを動かすだけで美肌にしてくれるっていうような機能がフォトショップにも最近搭載されたんですよ。ということで今日はその2つのソフトの類似した機能がそれぞれどうパフォーマンスするのかっていうのをポートレートトレで比較してみたいいと思いますこちら元画像です左が LuminarAI 右がフォトショップ2021です。 一応両方ともスタート時点のプロファイル同じものを使った方が比較しやすいかなと思って今回は両方とも Adobe Standard V2 っててていうプロファイルを当てはめてありますただやっぱりソフトが違うのですでにこの読み込みの時点で見た目に差が出てますね。LuminaAI の方がちょっと暗めで Photoshop の方がちょっと明るめそれから Photoshop の方がちょっと血色良さげな感じっていうのか肌の色がマゼンタよりかなと思います。 今回はこの色味については合わせずにこのまま進めていきます。最初はルミナ a i からやっていきます。まずこれ全体的にちょっと暗いので露出を上げます。こちらのエッセンシャルの中からライトを選択露出を上げていきます。これぐらいにしておきます。そして次ポートレートタブの中からフェイス a i っていうのを選択してフェイスライトを上げていきます。 このフェイスライトっていうのは顔の部分だけを AI が検出して明るくしてくれるっていうツールなんですけれども不自然でない程度に上げておきますちょっとね30ぐらいにしておきますで次はこちらのスキン AI っていうのを使いますこちらの適用量を上げていきますちょっとね結果が分かりやすいように100まで上げておきます こちらも ai が自動的に肌の部分を検出して肌部分だけに効果を与えてくれます洋服とかには効果がかからないので安心ですこれによってお肌が全体的に滑らかすべすべになりますそしてこちらの肌荒れ除去っていうところにチェックを入れておくと目立ったニキビとかがある場合それも馴染ませつつ消してくれるんですけどこの写真の中にはそういうのが見当たらないので ちょっとこの肌荒れ除去効果はわかりにくいですそれではね、編集前と編集後を見比べてみますこれが編集前ですで、編集後編集前編集後ですこれ今3ステップ編集やっただけなんですけどもねだいぶ変わりましたよねそれでは次はフォトショップやっていきますフィルターの中からニューラルフィルターを選択します そうするとこういう画面になるんですけれども、顔の部分がブルーのボックスで自動的に検出されています。で、こちらのおすすめのフィルターっていうところに肌をスムーズにっていう項目が出てます。これがさっきルミナ AI で使ったスキン AI とよく似た効果があるフィルターなんですけれども、これをオンにします。で、こちらのぼかし。 滑らかさのスライダーを右に左に動かすとこの効果の強度を自分好みに変更することができます今ご覧いただいている状態だとねちょっと強度が強すぎてわざとらしい感じだなと思うのでちょっと調節しますさっきのルミナ AI と同じぐらいな感じになるように調節しますこれぐらいにしておきますではこの画像もニューラルフィルター使用前と使用後見比べてみますこれ使用前です 今この LuminarAI と Photoshop 同じような補正レベルになっているように見えているんですけどもちょっとねあの分かりやすいように大きくしてみます拡大しますまあ、拡大してみても同じような補正レベルになっていると思いますただ Luminar の方はこれで 適用量がマックスななんででですすよここれ以上効効果を効かせることはできないです私はポートレートは肌の生の質感が残っている方が好きなのでこれでもやりすぎかなと思うし実際この効果は普段使ったとしても20ぐらいまでっていう感じなんですけどガンガンに効果を効かせたいっていう方には物足りなく感じるかもしれないですね。でフォトショップの方はこれ全部効果を上げるとこんな感じ。 ちょっとね、嘘臭くさい感じまでに効果を効かせることができます。ちょっとね、元に戻します。この2つ、隣に並べてみて、ちょっと気になったのが、このフェイスラインのシャドウ部分ですね。ルミナー AI の方、ちょっとね、この頬の辺りの色ムラが、いまいちブレンドされきっていない感じがします。こちら、フォトショップの方を見てみると、頬の色ムラだけではなくて、目の横の辺りにある血管。 これもうまいことブレンドされていると思いますで次、拡大したままだとちょっと分かりにくいので全体像に戻しますで次見ていきたいのがこの肌の光沢なんですけれどもこの頬のあたりをちょっとね見比べてもらうと分かりやすいんですけれどもルミナ i AI の方が頬の光沢は残っていますねで、Photoshop の方は光沢が抑えられてちょっとマットな感じになっています これ実は LuminaAI の方には光沢を除去っていう項目があってこれを操作することによって光沢を除去することができるんですけどもあんまりね普段私使わないんですよまあ、ちょっとね今回は見比べるために100まで上げてみますまあ、今ご覧いただいているのが YouTube の画面なのでちょっとね変化分かりづらいかもしれないんですけども光沢を除去っていうよりも光沢がある部分と抑えめな部分とのコントラストを減らすっていう感じに見えます まあこうやって見比べてみたところまあ、この写真においてはそんなに大きな違いは見当たらないと思いますあとね追加情報としてはスキン AI の方はスキン AI を使った時に顔だけでなく首とかねデコルテそれからノースリーブとかを着ている場合は肩とか腕とか肌が露出しますよねその写真に写っている肌すべてにスキン AI 効果がかかるんですよなので顔以外の肌もすべすべに変えてくれます 今回フォトショップを見た分にはこのブルーのボックスで囲まれている部分に効果がかかるようになっているようなのでその他の部分は後から別操作で肌のスムーズ化とかしないといけない感じですねさて今の仕上がりご覧いただいてどう思われたでしょうか購入検討されている方の資料にしてもらえたらなと思いますそれでは今日はここまでです動画の内容を気に入ってくださった方はぜひまたいいねボタンで教えてくださいそれからインスタグラムの方もぜひチェックしてみてくださいお知らせと とかはインスタグラムストーリーズでやっています。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。